ABC クッキングスタジオは現在国内だと125店舗、都内とかあと大阪なんか その大きな都市にたくさんあります。で海外ですと、14都市26店舗展開している、今状況です。昔からすごく人気があるのは、ジャパニーズパーティープレートっていうメニューで、巻き寿司にサーモンが巻かれていて、イクラが乗っていて、照り焼きチキンが添えられているものがすごくやっぱり人気があります。出来上がりもなんか食べてこう美味しいって味わうのももちろんなんですけど、ずっとなんか写真を撮ってらっしゃる方が多い、残したいのかなっていうふうに思います。その体験自体を楽しんでいただいてるのかなって思うので、料理を作るっていうのがそんなにこう旅行に行った先で貴重な経験になってるのかなって思うと、なんかすごい嬉しいです。日本にお越しの際にはぜひ ABC に足を運んでいただいて、日本の文化に触れていただいて、日本の良さを感じていただけたら嬉しいです。たくさんの方に来ていただけるのを楽しみにお待ちしています。